ホタテとチーズをたっぷり乗せてボリューム満点の仕上がりに。濃厚な味わいのソースがご飯に合うホタテたっぷりドリアをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずホタテは水気を拭き、材料 A を振って薄力粉をまぶします。バター A を溶かしたフライパンで焼きましょう。鍋にバター B を溶かし、1センチ幅に切ったベーコン、玉ねぎを炒めて白ワインを振ります。ホワイトソースを加えてよく混ぜ、生クリームを加えましょう。バターを薄く塗った耐熱皿にご飯を入れてソースをかけ、ホタテを乗せてピザ用チーズを散らします。180度に予熱したオーブンで焦げ目がつくまで焼きましょう。仕上げにパセリを散らせば出来上がりです。香ばしく焼いてバターのコクをプラスしたホタテが美味しいですよ。ぜひお試しください。